ストレイキッズのアルバム、アテが、サークルチャートでトリプルミリオンを達成した。彼らが7月19日に発売したミニアルバム、アテ、は8月15日、サークルチャートで累積売り上げが300万枚を突破し、トリプルミリオンを達成した。彼らは同アルバムで2024年7月、サークルチャートの月間アルバムランキングで1位になった。これで2022年10月に発売されたマキデント、 2023年6月に発売された、ボスター、11月に発売された、ラックスターに続き、アテ、まで4枚のアルバムが連続で300万枚以上を売り上げる快挙を達成した。ミニアルバム、アテ、は発売以来、各音楽ランキングで1位を総なめにし、グローバル音楽市場でブームを巻き起こしている。アルバムは8月3日付、現地時間基準。 米ビルボードのメインチャートであるビルボード200で1位になり、2022年のミニアルバム、オディナリーとマキデント、2023年のサードフルアルバム、ボカラスター、ミニアルバム、ラクスターに続き、5回連続で1位を獲得した。タイトル曲、CHKCHK ブームと収録曲の人気も高い。CHKCHK ブームは、ビルボード、 ホット100で49位にランクインして自己最高記録を更新し、通算3度目のチャートインを成し遂げた。韓国国内外のファンの愛に支えられ、最近公式チャンネルで収録曲マウンテンズ、ストレイキッズ、ジジャンのミュージックビデオを公開し、ストレイキッズの過去の時間や自信、音楽とパフォーマンスの実力を見せつけた。ジジャンのミュージックビデオは8日午後、 YouTube のミュージックビデオトレンディングワールドワイドで1位になり人気を証明した。全世界で人気が高いグローバルトップアーティストのストレイキッズは最近ミニアルバムラクスターのタイトル曲ラクで 2024MTV ビデオミュージックアワーズのベスト K-POP 部門にノミネートされた。2022年にマニアックで初めてノミネートされた後2023年に S クラス で初めて受賞した彼らは3年連続で同部門にノミネートされ存在感を見せつけた。ストレイキッズは8月24日から25日と31日から9月1日にソウルソンパ、ソンパ、区のオリンピック公園クスポドーム、オリンピック体操競技場で計4回にわたって開催する単独コンサートが全席完売となった。